はい、どうも皆さんこんにちは、ミサです。ういうい、ということで、本日はですね、ラーの救援編成ということで、まあちょっとなんか俺が今使ってるタイプの編成で、まあ結構いい感じのやつがあるんだけど、俺の中でまあ割といい感じかなって思ってるやつがあるんだけど、まあそれの紹介をしていきたいなというふうに思います。はい。でまあラーの、必要貢献度、まあ基本的に青箱を掘るっていうのが、まああのラーにおいては大事なんですけれども、だいたいダメージ的に見るとまあ5000万、まあ、から6000万ぐらい、まあ5、6000万ぐらいダメージを出せれば、まあ、ラーは青箱確定するんですよね。うん。でまあ俺が今使ってる編成はだいたいこんな感じになってる。バブ王竜で動きとしてはバブさん召喚して、まあ、もっとポチ数下げることはできるんだけど、俺はこんな感じでやってる。うん。シオンのニアビ、デュアルアーツ、アーセガル、うん、これで奥義ゲージ 180% になるから、奥義2回打ってそのまんま 200%。 はい、これで大体、まあ、貢献度的に5800万かな、このダメージで言うと。うん、まあ結構ゆとりがある。装備も見てほしいんだけど、この編成の装備ってもう無課金装備かな、無課金の武器がほぼほぼだったような気がする。確かそれでちょっと調整したんで、うん、防御アップバフがついてるんだけど、個人のまあその状況でもこんな感じで、6000万ぐらい出せるから、まあ結構優秀なんじゃないかなと思います。まあこれが終わった後に敵が倒せない、うん、まあ倒すのに時間かかっちゃうっていうのもあると思うんですけど、まあここからさらに横流召喚してね、ここから横流召喚してデュアルアーツ上げて、よいしょ、こうやって上げてね、まあそしたら2ターン目8600万みたいな動きもできるし、うん、一応もう一個救援しとこうか。じゃあこっちの方のもう一個のやつは、これだけね、これだけで、3ポチ1召喚、うん、まあもうちょっとポチ少なめで、貢献度自体をきれいに稼げる編成とかもあるかもしれないんだけど、それをするよりも、まあ、割とこっち側、まあ、極力稼げるだけ稼いだ方がいいですね。あのラーがね落ちない単純に、そう、単純にラーが落ちないので、そのあたりを考えると、あの貢献度がね、貢献度は余分に稼いでおいた方が幸せになれる。っていうか、なんなら言うなら、あの2位とか3位とか、まあ、ちょっと中間地点の方、赤箱とかも狙った方が、まあ、幸せになれたりする可能性すらあるっていう感じなんですけど、まあ、とりあえずこんな感じ、とりあえずこれで1セット稼いで、その後に、まあ、あの追加で稼ぐかどうかを決めるっていうような感じだね。装備の方はこんな感じ。キャラクターが、まあ、クリューサオル、シオン、白竜の装騎士、ジークフリート、まあ、ここら辺キャラクター割と、まあ、気合で調整してますね。まあ、動かせる部分としては、シオンがニアビあるんですけど、このシオンのニアビのキャラ数に応じて発動回数アップっていうのがあるんで、まあ、あの刀キャラクターの数あんま削りたくないから、まあ、ジークフリートと、あと後ろ刀得意キャラクターの、は固定になるかなっていう感じ。刀得意キャラクターって、多属性でもいいから、まあ、他の属性の刀得意、例えば水ギルシオとか、まあ、なんか刀が得意そうなキャラクター、ナルメア、リミテッドナルメアとか、まあ、そのあたりぶっ込んであげれば、あの後ろのメンバーは大丈夫。うん、まあ、あの表に出てるのはじっくりとだけだね。でこの白竜の装騎士はなんか火力高そうだから適当に突っ込んでて、まあ、他は槍得意だから入れてるね、この編成に関しては。うん、で武器編成こんな感じ。まあ一応無課金で済んでるんじゃないですか。ゼノイフの刀に加えて、まああと、ベンベネト2本プラス、こちらですね、虚空のくさび槍、これで余ダメージアップ9万にしてるっていうような感じになってるかな。うん、ただこの余ダメアップ9万って別に奥義って単発だから、 そんなに余ダメアップっていうのを意識しなくてもいいんだけど、まあ趣味ですね。まあ他に入れるもんもないから、とりあえず2本目突っ込んだっていう感じ。ベンベネと1本は突っ込んでいいと思うけど、2本目は割とお好みになってるんじゃないでしょうか。まあこれは武器編成で見てみると、あれでもいいね、このあの闇属性の杖、こういう形もありかなっていう風に思った構成、今一瞬思ったやつとしては、例えばだけどこういう感じ、支配の天秤、これもありだね武器がバラケジョだから、うん、武器がバラケジョで EX 工人も稼げるから、こういった構成もありかな。ただ見てもらったように、予測ダメージ落ちたよね、火力として見るなら落ちてるんじゃないかなっていうような感じでございます。はい、まあ、石の設定が、コロサスマグナになってんだけど、属性がいいんだよな、まあいいや、バハムートで大した変わんねえだろ。まあ多分ダメージ的に見るのであれば落ちるけど、ダメージ上限が上がるから、奥義軸だったらダメージは伸びてるかもしんない、まあこういうのもありだし、
し、ベンベネと2本入れてもいいっていう感じだね。はい、それ以外割と無課金で固まってるんで、まあ作りやすいっちゃ作りやすい。一番のネックになるのはこれじゃないですかね、ベルゼバブ。これがいっちゃん大変じゃないですか。うん、これが、まあ、やっぱ優秀なんだよな、このベルゼバブってやつ。まあ、結構他の編成とかは芝召喚とかやってる人もいたんだけど、まあ、ベルゼバブがない場合は芝召喚とか三召喚とか、まあ、そのあたりを組み合わせていくことになるんだけど、まあ、もし持ってるのであればバブ召喚がいっちゃ丸い。うん、なので、まあ、個人的には、まあ、バブが優秀っていう話ではあるんだけど、まあ、ラーの救援編成組むんだったらベルゼバブプラスアルファみたいな感じで組むことになりそうかなとは正直思う。うん、でまあ俺は奥義ゲージ稼ぐためにベルゼバブ王竜っていう形にしてるんだけど、そうなると通常鉱人、法人鉱人、EX 鉱人っていうのを均等に、上げればいいので、まあ、こういう編成になるって感じかな。うん、こういう構成の編成にすると割と安上がりになるってのがメリットがあるかもしれないね。バハムートウェポンとかも入れやすいし、まあ、こちらのベンベネトっていうのも入れやすい。ベンベネトは先制のエンジンと、まあ、後陣がついてんだけど、これがどっちもね、カゴが乗らないタイプになってるんで、どちらにも、うん、まあ、ベンベネトってまあ1本最低でもとりあえず1本はこういう構成になると積み毒になるよな。まあ、それ以外にも天使武器、うん、まあ関係ねえか、まあ、何せよ、武器が安くなりがち、属性属性とかになるとっていう話だね。まあミーレス武器を組み合わせて、うん、なんか EX 工人をよりゴリゴリ稼いでいくって構成もあるかもしれないんだけど、まああの何にせよですね、うん、あれだな、こういう構成にしてみた。はい、まあワンターンツーターンとかでしばくのであればベルゼバブっていう石がすっげえ優秀だから、どうしてもこういう構成からは逃れられなくなっちゃうかも。うん、マグナ系統に試しにしてみよっか。うん、試しにマグナ系統にしてみたら火力がめちゃくちゃ落ちるのがわかると思う。コロマグにしてみて、で例えば武器ちょっと調整するわ。まあとりあえずこんなところにしてみますかね。法人工人を週末武器コロツエ、あと夏のカゲロウと、なんだっけ、なんとかの針、まあこれで、ぶち決めてみた。まあ法人工人だとこんな感じになるんだけど、まあ召喚するんだったらあれだよね、召喚するなら多分、三召喚もしくは芝召喚っていう形になるんじゃないかなと思います。はい、じゃあとりあえず、あ、芝召喚ができねえんだ、三召喚になるかな、この状況一番火力高くなるのは。はい、なのでこうやってこうやってこうやってこうと。はい、ダメージ的に見ていくと、さっきは58ぐらい出てたっけ、5800万ぐらい出てたんじゃないかなと思うんですけど、ダメージ的に見ると46。やっぱバブ三召喚とかは、バブ三召喚がやっぱ優秀だなっていう風には思うね。はい、まあただこれでも一応青箱はギリギリいけそうなので、もう1ポチぐらい追加してもう1ポチぐらい追加してあげて、なんかちょっとこう、貢献度を5000万ぐらいに乗せてあげたら青箱が割と安定して確定したりとか、例えばあとは横流召喚してウェポンバーストで決めたりとか、こういう形にしてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、まあ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 、バブさん紹介動画みたいになってるけど、俺はこんな感じでやってるかな。うん、さっきのダメージとして見てみると、まあ5400万ダメージ、もう一個の方が8600万ダメージ、8600万が奥義2回のやつだね。で、5400万が、3ポチのやつっていう感じになってます。結構まあゆとりがあるから、ラー HL に関しては、うん、そこら辺を考えるとなんかあれだね、そこからもし結構救援詰まるんだよね、ここら辺ラーが3個埋まっちゃったみたいなのあるから、その後にこう少しでも貢献度稼げるように後ろにつなげるように編成組んであげたりすると、なんか自発の人も嬉しいし楽になるかなとは思いました。はい、まあ割と奥義軸でもいけるかなっていう感じはしていて、うん、まあ、というか通常軸の火属性が少しきついっていう話ではあるんだけど、火属性はわりかし奥義軸が、まあ、通常軸があんまり息しづらいっていう理由から使いやすい、まあ、ちょっとネガティブな理由なんだけど、まあ、そのあたりで、ラーの貢献度稼ぎとかも奥義軸があるから割と戦いやすいような人も多いんじゃないかな。うん、まあ、ベルゼバブありだったら、ここから EX 工人なりを増やしていく形、マグナ編成だったらこんな感じとかで戦っていくと、まあ、武器が集めやすいんじゃないかなと思います。はい、ラーの救援編成悩んでた人は参考にしてもらえればと思います。そんな感じでした。それじゃあまたお会いしましょう。じゃねん、バイバイ。